やれやれ、ようやく到着しましたね。あれが交流点。待っていたぞ、人の子よ。ロードナイトモンの読み通りだな。長い間人の世界にいただけのことはある。我が輩はクレニアムモン、イグドラシルに絶対の忠義を誓うものだ。ここを通すわけにはいかん。リエさんはロードナイトモンはどこにいるんですか？答える必要はない。お前たちはここで果てるのだ。いや、ちょいと失礼。一つ聞きたいことがありまして、よろしいですか？スエドウさん。スエドウ？ロードナイトモンに協力していた人間か。奴の策略に気づかず人間を裏切っていたとは、なんとも哀れだな。事実とは少々異なるようですが、まあさまつなことだ。どうでもよろしい。それよりクレニアムモンさん、あなたもロードナイトモンさんと同じく現実世界すべての破滅をお望みなのでしょうか？イグドラシルの意志は人間世界の破滅だ。他の動植物の生命まで奪うつもりはない。なるほど、なるほど、なるほど。では私に協力していただけませんかね？なんだと？私は人間を進化させたいと考えています。愚かしく惨めな存在からこれより生まれる完璧なまでに美しい世界を享受できる存在へと。そうなればあなた方デジモンとも隣り合う世界の住人同士問題なく共存できると思います。どうです？他の種族の進化に貢献できるまたとない機会ですよ。知的生命体としてこれ以上ないほどの晴れがましい機会です。ほら、協力したくなってきたでしょ。理解できんな。お前ごとだ、返答するまでもない。そもそもどのような申し出であれ、貴様への協力は人間への協力に他ならん。それはイグドラシルの命に背くことと同意。花から起こり得るはずもない。やれやれ、神への猛獣ですか。実に愚かしい。貴様、我が忠義を愚弄するか。思考の停止、意志の欠如、全く嘆かわしい限りですね。変化すべき世界にとって歯車を止める小石のように厄介です。己、言わせておけば、イグドラシルへの忠義こそ誉れであり誇り。愚弄することは断じて許さん。我が魔僧クラウソラスにて暴言ごと露と散らしてくれるわ。おや、怒らせちゃいましたね。しけしけ。ではあとはあなた方にお任せします。え、私アラン事は極めて増えてでして。あ、ほら来ますよ。いざ参る。Ha ha ha ha!
敗が敗れるとは。しかしそれも仕方なきこと。我が輩の心には迷いと疑いがあった。あろうことかイグドラシルへの、そしてドゥフトモンたちへのわずかなものではあったが、それが弱さとなったのだろう。いや、そういうことは先に言っておいてほしかったですね。クレニアヌモンさん、それは喜ぶべきことなのですよ。たとえ弱さであったとしても、疑いの心を持つということは、そこにあなたの意志があった何よりの証拠ですから。それは紛れもない変化です。私はそれを肯定します。憎らしいが、奇妙で愉快な存在だな。人間というものはやはり理解できない。いや、消えてしまいましたか。悲しいですね。なんと儚いことか。しらじらしい言葉ですね。こうなるよう仕向けたのはあなたじゃないですか。反論はしませんが、事実は事実。どうあれ、悲しいことは悲しいのですよ。さあ、これで供給は止まりました。エグザモンは力を失い始めるでしょう。スエドウさん、あなたも父の死に関わっているんですか。お父上の死は残念でなりません。彼が描いていたエデンの理想像は本当に素晴らしかった。ロードナイトモンの暴走を止められなかったことを私は今でも悔やんでいます。それに家族を失う悲しみは理解しているつもりです。ロードナイトモンは父の作ったエデンがデジタルワールドを蝕んだと、父やその子供たちにも罪があると言っていました。だから人間を滅ぼすのだと、自業自得だと。本当にそうなんですか。あなたは真実を知っているんじゃないですか。おやめなさい。悲しい記憶を取り戻すのは新田君だけで十分です。しかし私の理想が叶えば、全ての人間が悲しみから解放されます。私もあなた方も、あなた方の大切な人々も、もちろん
新たくん、私はこの世界から悲しみを、生まれてしまった悲しみを、悲しみを生み出す原因を、人間も世界も私がこの手で進化させてみせる。めちゃくちゃです。正気とは思えません。そんなことできるはずないのに。そうですね、できませんね。今はこれも悲しい事実の一つです。ではまたいずれ。悲しみをなくしたい、人間を進化させる、そんなこと不可能に決まっています。あまりに子供じみています。でも絵空事を言っているようには見えなかった。狂っているようにも。私には彼が理解できない。